中年オタッキーです。今日は、結局ね、このペンタックスの、SPO135M の紹介の動画に、していこうと思うんですけど、また今日もね、ちょっと、その前に、紹介の方、私の動画をね、視聴してくださってるね、方でね、エキサイトブログにミスター X さんっていう、ハンドルネームでブログをアップされてる方がね、私のことをね、紹介する、ブログっていうか、私に影響されて購入したカメラのことかな、で、その紹介の、ブログを作っておられまして、これなかなかね、面白いブログになってますし、私のことも紹介されてます。リンクも入ってるんで、ちょっと紹介させてもらおうと思います。説明欄にね、リンクを貼ってありますのでね、ぜひ見に行ってください。なんていうんですか、私が紹介してる、カメラに、その紹介の動画を見て、ついつい、じゃんじゃんカメラを買ってしまっているっていう方ですよ。まあ、言ったら、同類の人なんですけどね。結局もう、安いからついつい買っちゃうっていうのもあるんですけど、フィルムカメラね、いろんなカメラで撮ったらね、いろいろ、面白いんでね。一眼レフカメラと違って最近よく、この手のね、レンジ固定式のカメラをね、紹介してるのはね、これ、一眼レフカメラだったらレンズだけ交換したらね、写真がグッと変わるんですけど、もうこいつはレンズ固定式なんで、そのカメラごとにね、その味があったりしてね、面白いんで、よく紹介するようになってきてます。一眼レフカメラも実際使ってるんですけども、今日もね、お昼にね、ツイッターではね、ちょっとつぶやかしてもらったんですけど、ニコマート、これに、これね、もうちょっと空箱になっちゃったけど、トライ X400 を、400のね、感度400のフィルムを使うの、実は私、すごく久しぶり、なんですけど、通常はね、100ばっかり、っていうか、ネオパンアクロスなんかはね、100なんでね、富士ばっかり使ってたんで、100ばっかり使ってたんですけど、まあ、やっぱ400のフィルムだと絞れるなっていう、感じでね、今日の昼、写真撮ってましたけど、そんな感じで、ちょっと前置き長くなりましたが、本題に入ってまいります。それでは本編スタート。はい、このね、SPO13、ペンタックス SPO135M なんですけどね、これハードオフでね、500円で買ってきたんですね。ハードオフのジャンコーナーに並んどって、どんなカメラなんだろうって調べたら、レンズがね、テレ側、135mm なんですけど、38mm から 135mm のズームがついておりまして、135mm 側のね、開放 F 値がね、12というね、天文学的に暗いレンズがついてて、これは面白いなと思ってね、面白そうだということで、その F12 っていうね、数字を見た瞬間にもうレジに持って行ってたという、もうこれは買わざるを得ないとか言って。で、実際買ったらね、実はこれ液晶画面が壊れてて、日付とかのコントロールができなくてね、今日上げてるサークルもね、日付がめちゃくちゃなってます。97年の2月3日とかね、20年以上前の日付になってますけど。まあ写りにはね、全然影響ないんで、紹介させていってもらいます。このカメラをね、もしジャンクコーナーで買うんだったら、ちゃんと電池入れてね、液晶画面とかもちゃんと動くかね、確認してから買ってください。まあ僕はね、ちゃんと写真撮れたんでよかったんですけど。で、このカメラね、以前、オリンパスのミュー130、っていうのを紹介しましたけど、それに比べると、やや写りは甘い感じかな。ただね、いろいろとね、凝った作りなんですね。まずね、これ、ガリレオ式かなと思う。ここがファインダーのね、光の入り口なんですけど、ガリレオ式かなと思ったら違うんですね。これね、この端っこにね、ファインダーの覗き窓がついてるんですよ。で、覗いたらわかるんですけどね、これね、ちゃんとプリズムを使ってあるんですね。結構コストがかかってます。で、一番端っこにね、覗き窓があるんでね、その、なんていうんですか、見るファインダーを探しやすいですし、真ん中辺にその光を入れるとこがついてるんで、パララックスも少ない、
かなり凝った作りのカメラになってます。で、まあ、写りですね、写りはどうなのかっていうの、まずね、ちょっと作例をね、ポンポンと、4つほど、紹介していきたいと思います。今回の作例、ちょっと慌てて作ったんでね、ちょっとゴミが乗っかってるのもあるんですけど、ちょっと、あらかじめご了承くださいませ。それでは作例の方どうぞ。はい、作例ね、ちょっといかがだったでしょうか。一番驚いてるのがね、逆光耐性です。この写真もね、ほぼ新逆光、なんですけども、コントラストの低下とかも少ないですし、ゴーストも発生してない。これね、もう一枚外から撮った、写真がどっかあったと思うんですけども、どれだったかな。これか、これか、この写真ね、この写真ね、海面が光ってますけど、これね、レンズに太陽がもう直接入っちゃってます。レンズに太陽が入っちゃってるんですけど、どう探してもゴーストは発生してないですよね。逆光耐性が恐ろしく、よろしい。で、内蔵のフラッシュもついておりますし、逆光でね、撮るとね、結構ね、印象的な写真が撮れることが多いんで、このカメラでバンバン逆光でね、撮って、まあ逆光シンクロとかもやって、いろいろやるとね、面白い写真がバンバン撮れるかもしれません。それではね、次にね、オートフォーカスの性能です。これはちょっともう、驚愕です。はっきり言ってびっくりしました。オートフォーカスの性能ね、ちょっと作例を1枚、見ていただいて説明していきます。それでは作例どうぞ。この作例なんですけどね、もっとマシ、これ私のファミリーなんですけども、もっとマシな写真もあったんですけども、あんまりにも顔が真正面に出ちゃうんで、ちょっとこの写真をで紹介させてもらったんですけど、これ実はね、ホタル祭りって言ってね、ホタルをその見るお祭りなんですけどね、ホタル見るんでね、街灯はほとんど落としてあるんですよ。ほぼほぼ真っ暗けです。ここちょっと街灯ありますけど、もっと真っ暗なところでも撮ってるんですけど、その真っ暗けでね、もうね、1メートル先に何があるかもわからないような状況でも、瞬時にこれピントが合うんですよ。EOS R がね、-6 EV だったかな？で、ピントが合うという。これ、-無限 EV でもピント合うと思います。その理由がっていうのがね、ここ見たらわかるんですけど、これね、アクティブなんですね。EOS R、まあ、ソニーの α もそうですし、ニコンの Z もそうですし、まあ、他の一眼レフカメラたちも全部そうなんですけど、パッシブなんですね。ものの、その、なんですか、ものの姿を見て、ピントを合わせる。でも、こいつはね、この光を放つんですね。赤外線かなんかかな。で、光を放って、その反射でピントを合わせてる。アクティブなんですよ。だから、もう完全に光がない状況でもピントが合うんでしょうね、多分。で、ピントが合ったらね、グリーンのランプがつくんですけど、もう本当にね、完全に何も見えないに近いような状況でも、シャッター半押したらもう瞬時にピントが合いました。でね、真っ暗なね、イベントとかで、家族写真とかを撮るのにね、このカメラ、非常に高性能です。で、コンパクトっていうにはちょっとね、微妙なんですね。まあ、レンズがね、ズームがついてるんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあ、ペン EE よりもちょっとでかいかな。ちょっとでかいかな。コンパクトはコンパクトなんですけどね。オリンパスのミュー2っていうカメラ、この間ちょっと仕入れたんですけど、オリンパスのね、ミュー2は恐ろしいぐらいちっちゃいんですよね。この間も紹介したこのワンテンのカメラもありますけどね。この、あれ絡まっちゃった。
このワンテンのカメラよりもね、ミュウツーちっちゃいんですよ。ワンテンの意味がねえやっていうぐらいね、ちょっと今家に置いてきてますけど、今度ねそのミュウツーにもフィルム入れて撮ろうと思ってるんですけどね、骨董品屋さんで何気なくこのしょぼいカメラただでちょうだいって言ってもらってきて、ヤフーオークションで平均落札金額を見たら18,800円、どっしりこれ高いカメラだったんだみたいなちょっと投稿したカメラになりますけど、まあそれもねおいおい紹介していきますけども、まあ今回そのペンタックスのね SPO135M、ズームも効いてフラッシュもついてて、でピント合わせが良好で、逆光に強い、これすごくね面白いカメラなんじゃないかなと思います。で SPO シリーズ結構いろいろあって、この日もね 140M だったかな、もう並んでて全く同じデザインでね、どっちにしようか随分悩んでこっちにしたんですけど、そのレンズの構成とかはほとんど変わらない、ちょっとだけねテレ側が長い、多分ね逆光対策もよく似た感じでいいんじゃないでしょうか。ペンタックスのレンズ結構侮れないですね。でも蓋を開けたらすげえびっくりするんですけど、これもうねフィルム面のとこまでこれレンズが来てるんですね。これね電動ズームでね電源を入れた瞬間にもうニューって出てこれが引っ込んでいくような設計になって、もうコンパクトにするためにギリギリの設計をしてあるみたいです。で露出に関しては特にね見る限りはね問題ない、適正露出がバンバン得られると思うんだよね。これリバーサルフィルムを入れても結構楽しめるかもしれないですね。レンズの発色としてはまあ良好かなっていうぐらいな感じなんで、リバーサルを入れて、まあ、例えばベルビアを入れて遊んだりしても面白いかもしれないです。まあ、今日のねカメラ紹介、まあ、こんな感じになりました。で次回の動画なんですけど、ちょっとカメラ紹介ばっかり続くんでね、一発ね技術的なお話を、技術的でもないのかな、考え方の動画かな。ちょっと以前も話しましたけど、印象的な写真を撮る方法っていうのをねずっとやりたくて、でこれ私なりの考え方ですけどね、どうやって印象的な写真を撮るか、まあ、第1弾、これ第2弾第3弾って続いていくと思います。まあ主に風景写真、を撮る時の僕のその考え方ですね。これもしかしたらねプロカメラマンとかね写真の勉強をちゃんとしている人はふって鼻で笑っちゃうような動画になってしまうかもしれないですけど、もしね写真を始めたばっかりで伸び悩んでる人が見たらね、ああそうなのかっていう動画になるかもしれません。ちょっとねうまく編集できるかどうかわかんないんですけど、次の動画はね印象的な写真を、撮るコツみたいな感じで、作っていこうと思います。今日の動画はねここまでなんですけども、最近ねいろんな人に紹介されたり、いろんな人から声がかかったり、するようになってきまして、チャンネル登録者もとうとう1200人を、突破したのかな。で1300人を突破したらね、ちゃ1500人を突破したらまた、なんかカメラプレゼントやろうかな。それまでにねちゃんとした、プレゼントできるカメラが準備できればの話ですけど、なんかジャンクで引っ張ってきてるんでね、いまいちそのこれをその上げても大丈夫かなっていうカメラがなかなか出てきません。例えば、このプリモフレックスなんですけどね、これちょっとコダックのフィルムケースで蓋しちゃってるんですけどちょうどあるんで、これねちゃんと直してねちゃんとその動作確認が取れたらもうカメラプレゼントで出そうかなと思ってたんですけど、どうも完全に直しきらなくてちょっとねコツがいるカメラになってしまってるんで、まあ多分ね問題なく撮れるんですけど、少々問題がみたいな、ちょっと難ありみたいなカメラになってしまったんで、二眼レフカメラでねまた新しく仕入れて、うまいこといくカメラがあればそのカメラが、カメラプレゼントになってくるかもしれませんし、もしかしたら適当なカメラになっちゃうかもしれないですけど、まあおいおい考えてやっていこうと思います。今日の動画はここまで。今日の動画はそうですね、コンパクトカメラ、プラスチックのコンパクトカメラということで、興味のない方もいらっしゃったかもしれませんが、意外といいですよ。で何よりねバンバン撮れちゃいます。
簡単にピントも合うし、露出も何も調整しなくていいし、バンバン撮れちゃうんで、フィルムがどんどんなくなっていきます。フィルム代を気にする方は、ちょっと敬遠した方がいいかもしれないですけど、家族旅行とかでね、本当にシャッターチャンスに恐れ強いんで、その辺はね、いいと思います。ピントがとにかく早くありますんで、ね、まあ、こんな感じです。次の動画はちょっと技術的なお話になっていくと思います。もしね、気になる方、で、まだチャンネル登録されてない方は、チャンネル登録、していただければと思います。今日の動画もね、もしよかったらね、いいねボタンを押してください。励みになりますんで。それでね、私のチャンネル、チャンネル登録者の再生率というのがもう 50% 近くなってきました。つまり私の動画を再生している人の半分ぐらいの人がね、もうチャンネル登録をしてると、ものすごいリピーター率になってますね。ちょっと予想の人がどんな感じなのかわからないんですけども、再生の2回に1回はチャンネル登録者という、とてもね、ありがたいね、ことになってます。今後もね、いろんな動画いろいろ考えて作っています。できるだけね、お金のかからない方法で、本当にね、お小遣いで、楽しめるようなカメラライフを送れるように、考えてやっていってますんで、また見に来ていただけたらと思います。今日の動画はここまで。また次の動画お待ちください。それでは、また最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画まで、ね、またよろしくお待ちください。それでは。